わ、ポプおめえ抜け毛ひどいな、観光客ってんな、やっぱ俺のセーターにすげえ毛ついてんの、この野郎。まだ教会行ったらいっぱいブラッシングしてあげようっと。まあそんな時期だよな、季節的に。ポプ水飲むのまだ平気？そのまま薬飲む。水飲むか、お前全然電話出ないんだからって言ってたよ、うん、出れるわけないでしょ。当てれたか、うん、別に出れなくないけど、まあどっちでも足が出ても問題ないし、別に、うん、なんか番組名、なんか面白い番組名言ってたよ、なんだったっけ、なんかぐるっとなんとかとかなんだか、そんな感じ言ってたよね、大丈夫、後ろおじいさんたち、飛び出さないでね、私たちはびっくりしちゃう。パンケーキのボタン、ホットケーキミックスまだあんだよな、家の。お好み焼き作るよ。ホットケーキ作るか、チョコの実作ろう。だって何もないじゃん、材料。せめてベーコン買っとけばよかったね。なんかいや、ウインナーもったいないから。ベーコンとさ、千切りキャベツあればバッチリじゃない、正直。あとソースでなんとか。それとさ、あれお好み焼き。
ーメン、こういうところのラーメン美味しそう。なんかあ、紅葉してるね。小田原城も綺麗だろうな。また小田原城ちょっと見たいね。紅葉の時期の白は綺麗だよ。寒そう。なんか大丈夫じゃない。結構寒いよあれ。気合いだよ気合い。夏だったらいいけど。ウルトラライトダウン着てるんだよユニクロのあったかいやつ。だから寒いでしょ。大丈夫後ろ。あんまり寒いのに。オープンカーもあるし。でも、もう今日とかこの辺辛いと思うけど正直。寒いと思うよめっちゃ。うちらの家の方のあっちとかならまだいいけどさ。舐めてかかると痛い思いするのが。箱根とか小田原箱根区間は。でもすでにどうせ左なんか止まってんのにそうだし。いると思う。信号機どこで左行っちゃってるから。楽しい。うん楽しいよ。よいよいよい。あんま顔が楽しそうじゃないか。楽しいよ。眠いんだよ。お前寝てたやんけ。お前寝、わしが寝るそのじゃ。およそ700メートル。昨日私がオートして、そしてポップ君もオートってなんかかわいそうなの。オートコンビだよ。俺もしそうだったけど。あんたは酒でしょ。酒。こっちは体調不良でオートだよ。酒のゲロは気持ちいい。ああ、頭痛から来てたのかな。やんねえ。もうなんか吐きそうって思ったから多分吐くなと思ってた、あの時。吐いた方が楽になるから、体調悪い時は。一人オープンか。あぶら。わあ。わあ。それすきしじくんの言う好きそう。わあってやつ。何言ってるんですか。わんねえ。後ろからポップ見るとすんげえつくばにゃんそっくりなんだよ形が。
幕山からも見えないしな、富士山、うん、残念だよね、あの位置にあんのにさ、見えない。ケンチャリ君、君遊びに神戸に行かない方がいいよ。どうせ抜かされんだろ。しかも俺神戸ナンバーの前に出たら危ねえぞ、神戸もアホだから。あ、やっぱ詰まってるから行けるか。あ、逆にな。あ、ここ詰まり始めてる、急に。珍しい。あ、珍しくもねえな、ここ結構出てくるんだよ、ここから。お魚通りって言うんだね、ここ。ほら、あそこに。小田原漁港。あ、もうここ行かないもんな、いつも通過しちゃうから。小田原提灯灯台。灯台があったのか、ちょっと興味深い。寒いと思うんだよな。でもあっち、ちょっと、誰か迎えに行ったんじゃねえの、駅で。で、助手席に乗せて戻ってくるね、こっちに。寒い思いして。入居者募集中。いいね、こういう場所。こういう場所がむしろいいんだけど。でも地震来た時危ねえな、津波が。あのね、変わんないから。地震でそういう風に変わんない。毎回思うけど。まあこんな海沿いじゃなきゃまだね。でもこの辺悪くないよね。うん。もう震災で崩れてる。微妙にさ、駅近いじゃん、これ早川駅だっけ、うん、何線かしらっけ、東海道線なのかな、この辺だから。あ、怖い怖い怖い。じい様、行くならさっと行ってね。珍しい湘南ナンバーな。でも湘南は湘南でも、こっちはさ、違うじゃん。江島方面の湘南じゃないじゃん。これ混むんだね。今日さ、久々に天気いいからだよ、雨じゃなくて。だからだと思う。これ左行くとどっかの店だもんね。うん、あれ漁港行くんだよ。漁港の駅行っちゃうの。漁港の駅一回見たことない場所。ね、で一応この辺トイレゾーンいっぱいあるけどね。うん、この駐車場が無料なのかどうなのかってところが気になる。道の駅系なんだろうから、そうすると多分無料なのかな。レシートで無料とかじゃねえの。え、レシート出せばね。そういう系なんだ。やっぱ金取られるのかな、こういう場所だから。大室山は見えねえな。意外とみんなここ歩くんだ。あ、でもそこに公園あるからちょうどいいのか。さっきのさ、先頭救急車いたのあれも関係ないのか。ハウンハウン言ってるよ、うちのハウンゾウ。ハウ君言ってるよ。
ヒートテックのパンツ、今年はヒートテックのやつで同じ種類のやつ買い直そうと思ってる。色あせちゃったからもう。自由で買ったやつだからな。もうね、冬はね、ヒートテックのね、スキニーパンツで仕事するのが一番いいよ、あったかいから。あと春北海道を中に貼るっていうね。多分これ、ほう、やっぱりこういうところのだから。こう駐車場で誘導してくれる人いるから楽だね。行くか、こういう場所だから。これ混みすぎだろ。今日の波は船ほど栄一郎みたいになってる。うっさいな、おめ。禁止って書いてある。あ、立ち入り禁止だ、あそこ危ないから。あーでしょ、露出はダメでしょ、あのとこ。ファイヤー、ご飯食べて、ゆかいとご飯食いてよ。けいちゃん、かわいい。けいちゃんはいいですよ。ここもなんか謎の駐車場だよね。止めづらそうだけど。湯河原街道だってここ。事故じゃねえの、こんな渋滞してんの。珍しいね。なんでもないじゃん、だって。ポンプも荒ぶってるしさ。あら、あら、海も荒ぶってんのか、ボディ。ポンスケペッペ。テトラポートに登って。通信速度が速くなるだけでしょ、だって。
本当。